今日はキュウリの定食を行います。無肥料栽培で、育った、右から、マクワウリ、その左がバテシラズ、それから、カボチャの苗、それからヒボビジン、カボチャの苗、全く無肥料でこんなに立派に育ちました。これはスイカの苗です。これはイボビジン、これもスイカの苗です。これはバテシラズの苗です。茎も非常に太いです。しっかりします。全く無肥料でできました。皆さんこんにちは。無肥料栽培、種口農園の種口です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、無肥料栽培での苗作りとキュウリの定食についてお話します。先ほど見ていただきましたけども、無肥料で、これキュウリの苗、こんな、立派な苗できました。それからカボチャです。これカボチャですね。こんな立派な苗ができました。無肥料栽培に転換してうまく育たないという話をよく聞きますが、それは、肥料をやって育ってきた種や苗を使うと急に肥料がなくなるので、禁断症状を起こしてしまい、麻薬中毒の麻薬の切れたような状態になってしまうので、苗や種がうまく育たないということです。ここでは、無肥料栽培で育った作物を自家採取して無肥料で育つように育成されているので、無肥料でも育つわけです。種について、メス様の御言葉に、次のようなものがあります。それについても種子であるからあるが、報告中にある農林何号とか朝日何何などとあるが、これは何らの意味もなさないので、自然栽培においては一般に使う種子なら何でも結構である。つまり一句さえ抜ければどんな種子でも一級以上の良種となるからである。要は非毒の有無であって、信者中から何年か経った無肥の種をもらうのが一番いいのである。その場合種子も近いところほどよく、県内くらいならいいが、相当離れた他県などでは成績が悪いから寄せた方がいい。それとともに土の肥毒であるが、肥毒がなくなるにつれて心よい青色となり、茎は硬くしっかりし、分血も数多くなり、毛根も増え、土深く粘るから倒伏も少なく、それらの点ではよくわかると言われています。昨年もキュウリを育てましたが、自家採取 の種は8月初めまで取れました。市販のキュウリの種をもらって試しに、隣で育てましたが、7月の初めに、かじれてしまいました。同じ場所で同じ環境でも、自家採取の種は根性があります。種は育てる人の心がわかるというふうに思います。無肥料で育てると無肥料で育たないといけないと思い、無肥料で育つ種になります。肥料をやると肥料をやって育つことを学習し、肥料でないと育たない種になります。また異常気象や災害が種の特性を引き出すこともありますので、厳しい環境で生き残った種が異常気象や災害に強い種になります。この種作りが無肥料栽培の成功の9割を占めているのではないかと思い、肥毒のない土地で自家採取を繰り返して、今約30種類ぐらい種取りをしています。育苗土を紹介します。市販の育苗土は柔らかすぎて根は張りやすいのですが、根性のある根は育たないんです。ですからこのような
このような配合にして、どっしりした重い育苗土で根性のある根を育てるようにします。このような配合です。で今年は落ち葉ともみ殻とぬかと水を攪拌して発酵させて、踏み込み温床を作りました。これを攪拌して、踏み込み、これがその踏み込み温床です。温床の温室です。そうするとですね、3月でも夜も15度を下がらないようになります。それからまた日中はですね、こう裾を少し開けて、30度を超えないように、温度調節をしてやります。また水分はやりすぎないようにして、土が乾いたらたっぷりやるようにして、根の成長を促すようにします。この踏み込み温床から出してですね、すぐ植えると環境が激変するので、苗にとっては良くないので、外に出して、3日から7日ぐらい、環境に慣らしてから定植します。これが、キュウリのネットと畝です。私はこのように、108円ですね、ネット18メートルで、高さ 1.8 メートルのネットが売ってますので、それも簡単にロープで一緒に張れますので、このようにしていつもキュウリの畝を作ってます。ここで、15本ほど植えます。これからキュウリの定植をします。キュウリは定植するときに根を傷めるとうまくいかないので、慎重に行います。まずポットをですね、この前日に水につけてですね、しっかり吸水させておきます。でネギと大豆をコンパニオンプランツにして、株間1メートルで、その間に、ツルアリインゲンを植えます。また手前にですね、ハチカ大根を巻いて、イルバイよけにします。ここはですね、前もって、10日ほど前に、完熟堆肥を入れてある蔵付きの部分です。これをポットを入れて、まず深さを調整します。掘って、これぐらいで、でこの抜くときに根を傷めないように慎重に抜きます。これを崩さないように植えます。根を絡めるように、しっかり上から鎮圧してやります。それで、この後草マルチをして、定植は完了です。この時に水やりはしません。今水をやると自分で水を探しに行かなくなるので、定植時に水やりは絶対しないようにします。まず1週間は絶対水やりをしないことです。甘やかして育てると根が育ちません。で土が乾いているときはですね、前日に畝にたっぷりと水やりをしておきます。早く大きくして早く成長すれば、たくさんのキュウリが取れるだろうと、水をやったり肥料をやったりと思いますが、そうではありません。メス様のお歌の中に、収穫と切りなき欲のしがらみに身も魂もボルブルなりけり、執着と切りなき欲のしがらみに
身も魂も滅ぶるなりけという、まあ、歌があります。今から30年前の話ですけど、その当時雪農法をやっていました。動物性の発酵堆肥を作りまして、キュウリを育てました。もう葉っぱも大きくですね、緑も濃くて、どんどん成長しました。隣の畑は無肥料で、私から見れば黄色い黄緑色したキュウリでした。いよいよこれから大きくなって、結出しようという時に、台風が来まして、風の強さに耐えきれなくなって、キュウリの葉っぱはちぎれて、見るも無残な形となりました。そしてその後枯れてしまい、一本も収穫することはできませんでした。ところが隣の無肥料のキュウリは小さくてひょろひょろしていたのですが、まあ、柳に雪降りなしと言いますか、台風が来ても何の被害もなく成長していったのです。台風にあって無残な形になったキュウリは、少しでも早く大きくして収穫したいという自分の醜い欲心を見ているようでした。自然農法を通じて畑の作物は自分の心を見ているんだと、見せていたんだと、見せていただいているんだと思い、今自分の工場を願いながら、無肥料栽培をに臨ませていただいております。最後に自然農法の心、太陽に水に土に種に神様に感謝して、神様の力を認めて、土を愛し土を尊重する、そしてそれを人に伝えていく。ご清聴ありがとうございました。